結局ここの、ハンドルのところで吊るすことになりました、さっきのここで吊るしてたらなんか後輪ばっかり上がって前輪が上がってこなかったので、とりあえずここで吊るしました。ちなみにチェンブロは150キロまでのやつです。んで下は下でまた同じところで持ってます。でとりあえず外れましたけど、これがスピードメーターのやつで、これを外さないと外れなくて危うく取れるとこでした。あとこれが、ブレーキパッドがついてるとこなんですけど、ここ2本ボルトがあって、これを外したら外れるんで、これを外さないと、ブレーキオイルがここからホースからはみ出ちゃう感じになります。ちぎれて出ちゃうんで、それを防ぐために先に取っとかないと外せません。でこれをつけるときはここを、強引に開いて、こことここで圧迫されてるんで、強引に開かないとディスクブレーキの中には入らない感じです。それは後から苦労しながら入れようと思います。